皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲よろしくお願いします。昨日も熟女ナイトっていうことで、すごい盛り上がりましたね。熟女のパワーはすごいなっていう感じでしたけども、片付けだなんだっていうのでまたまた帰ってくるのが夜中だったんですけども、で、今日はお休みってこともあって、ちょっとゆっくり寝させていただいて休ませていただいて、今ちょうど1時前ですかね。はい、今朝の一曲、また午後の一曲ですけども今朝の一曲行ってみたいと思います。今朝の一曲はですね、やっぱ夏といったら、夏休み、子供たちが夏休み入りましたね。で夏休み、恋の季節ですよ。もう本当高校生とかね、大学生とか恋の季節ですよ。そんな、恋の季節に、ぴったりな曲がいいなということで、サザンオールスターズのラブアフェア秘密のデート行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。ラブアフェア秘密のデート。夜明けの街ですれ違うのは月のかけらと昨日の僕さ。二度と戻れない境を越えた後で、この胸はうずいてる。振り向くたびに切ないけれど、君の視線を背中で受けた。連れて帰れない、黄昏に染まる家路、涙隠して憂う Sunday。 君なしでは夜ごと眠らずに闇を見つめていたい。マリン・ルージェ、愛されて大興奮で、虹を見てシーガーディアンで、酔わされてまだ離れたくない、早く行かなくちゃ。夜明けとともにこの首筋に夢の跡。愛の雫が当てた後でも、なぜにこれほど優しくなれる。二度と戻れないドラマの中の二人、ああお互いに気づいてる。捨てもなくしも僕はできない、ただそれだけは臆病なのさ。連れて歩けない役柄はいつも他人、君の仕草を真似るサンデー。付き合うほど何も構えずに普通の男で痛い。ボーリン場でカッコつけてブライトバーで浮き濡れて、アバービューの部屋で抱きしめ、また口づけた愛に行かなくちゃ。開かない夢と愛の谷まで溺れたい。
あまりにルーズで愛されて大黒糖で虹を見てシーガーディアンで弱されてまだ離れたくない早く行かなくちゃ夜明けとともにこの首筋に夢の跡だから愛の谷まで溺れたい はい、ありがとうございます。いいですね、この曲を聴くとですね、もう本当に淡い恋心をね、こう恋したくなっちゃう、そんな感じがしますよね。本当にいい歌だなと思います。はい、皆さん恋してますか？はい、それでは昨日のコメント読んでいきたいと思います。まあ、昨日までね、氷室京介三部作っていう感じでね、まあ、僕の好きな曲を3曲歌ったんですけども、まあ、いかがだったでしょうか、ね、じゃあコメント読んでいきたいなと思います。朝朝さん、いつもありがとうございます。こんばんは。谷さんが歌うとどんな歌でも当時の、男性歌手の声を思い出せます。本当寄せるの上手。塾女さんのお相手頑張ってください。ね、塾女さんは本当あのパワーがすごいですね。はい、ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。今日の曲も素敵な歌ですね。メロディーラインがまたいい、そうなんですよ。なんか不思議な曲なんですけど、すごくいいラブソングだなと思いますね。名前は知ってたけど、谷さんが歌われたことで、心に残りました。今夜は熟女ナイトだとかですごい、セクシーな人たちばかり、まあセクシーな人たちばかりでもなかったんですけどね、まあでもセクシーな人が多かったですね。あちゃ、私はダメだ、なかなかそんなことないと思いますよ。どんな歌歌うのかな。もうあの本当昭和歌謡、アイドルソングの、オンパレードでしたね。楽しみですね。今夜は早く帰れたらいいですね。ね、今夜も早く帰れなかったんですけどね。やっぱりあのそういうなんかもう大きなイベントになるとどうしてもあの片付けとかね、あれが時間かかっちゃうんですよ結構。はい、今日もありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。元旦那さん、いつもありがとうございます。谷さん、おはようございます。今回は氷室京介3部作でしたね。今日はスローなラブバラード、これもご本人聞かなきゃだなってぜひ聞いてみてください。素敵な楽曲ありがとうございました。いや、あの素敵だと思っていただけて嬉しいです。はい、ありがとうございます。あの頃さん、いつもありがとうございます。暑いから寝不足続かないように調整してね。まあ調整できたらいいんですけどね、ちょなかなか調整できないっていうね。スタミナつけて夏バテしないようにね。夏バテはまだ大丈夫ですね。夏本番に入る前に夏バテしましたからね。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんにちは。氷室さん同世代なんですが、ゾクゾクする色気があります。そうですね、あの色気は何なんでしょうね。本当にセクシーな人だなと思います。ちなみに私も熟女なんですが、タクシーでも歌いに行こうかな。いいですね、タクシーに手を挙げて、ね。一緒に歌いたいですね。はい、ありがとうございます。まあ今日はあの月曜日ということで週の始まり、ライブ配信の日です。今日は、お店から普通にライブ配信しようかなと思ってます。まあ月曜日なんですけどね、あの中にはもう学生さんだとね、夏休みっていうね、もうここから長い休みの期間が始まるわけなんですけども、まあそういう雰囲気に押されてこうなんかあの普段働いてる人もですね、お盆休みに向けてなんかこう夏を感じる、そんな時期でもあるのかなと思います。はい、それではまだまだもうこれからどん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 暑くなっていきますけども、ぜひ夏バテ熱中症、気をつけてですね、今週も頑張っていきましょう。それではまた夜にお会いしましょう。